こんばんは。皆さん土曜の夜中いかがお過ごしでしょうか。深夜2時から2時30分までの時間を昔は牛蜜時と言っていました。この牛蜜時は一番陰の力や魔の力が強まる時間帯と言われております。なのでこの時間帯にぴったりなお話をご用意しましたので、しばしの間お付き合いくださいませ。第2夜アベノマスク。それではお楽しみください。まず定かではない話という前提で聞いてほしい話です。はい、1945年、うん、終戦を迎えまして、はい、GHQ が日本のいろいろ政治を整理したりとかしてたわけです。で今でこそ日本ってスパイ大国って呼ばれてるじゃないですか。はいはいはい、いろんな国からスパイが入ってきてると。もうスパイされ放題って、ね、はい、で日本にはスパイを取り締まる法律がない、はい、でおまけに日本は他国にスパイを送り込んでいないと言われているんです。まあ一応送ってますよとは言えませんからね。まあ公にはね、うんうんうん、ただ戦前はやっぱり戦時中だったんで、はいはいはい、日本にもスパイはいたんですよね。ほうほう。これをある企業が担っておりまして、どこや、というところがスパイの部があって、うん、戦時中に海外に送り込んでたんです。はい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 。で戦後 GHQ はスパイチームを解体させるわけで、日本からスパイがいなくなるわけなんですけれども、うん、今年に入ってですね、はいはい、また日本が海外に向けてスパイをしてるんじゃないかっていう噂が。それは一体どこから出たというか、なんでそんな噂が。これね、はい、安倍総理がアベノマスクを配ったわけですよ。今回のタイトルですね。はい、アベノマスクです。アベノマスク。アベノマスクってすごく不自然じゃなかったですか。まあ、本当にいろいろ謎はありますよね。そうですよね。なぜ、ね、もうだってマスクが普及し始めた頃ぐらいに配り出して、でもどうしても作らなきゃいけない理由があったんです。ほう。っていうのも、安倍総理、アベノマスクを製造するにあたって、税金から4億円。捻出してるんですね。ああ、そんなにかかりましたか。はい、はいはいはい。で、この4億円をどこに出してたのかっていうと、マスクを製造委託した会社に送ってたんですけども、うんうんうん、ですね、その会社のうちの一つでして、お、はい、どうしても に、公にお金を渡す必要があったんです。はあ、はあはあはあ。だからスパイ活動をさせるためですね。うんうんうん、でスパイ活動を裏でやってるってなって、ね、誰も知らないところでお金を渡すと裏金という扱いになりますんで。あ、なるほどね。公にしっかりお金を渡せるようにっていうので、名目でアベノマスクが利用されたんじゃないかという噂があります。信じるか信じないかは信じるか信じないかはあなた次第です。いやー、いいですね、はい、なるほどね、はい、そういうことも言われてるんですよね。まあ、噂です、ね、噂ですよね、はい、本当かどうかはわからないです。でもその会社はあるわけですわな。ありますね。ありますね、はい、なるほどね。そうか、まあね、不自然でしたからね。そうなんです。動き方がちょっとおかしかったんで、うん、いろんな噂が出てもおかしくはないかなと思ってたんですけど。そうですね。これがまあ俺がね、はい、言えることは、茶化す立場から言えることは、はいはいはい、そんな話もあっても面白いんじゃないっていうことですよね。まあそうですよね。そう、夢がある、夢があるね、本当に俺たちこんな風に思ってないよっていう、はい。でもやっぱこうね、そう本気で思う人もいるでしょうね。これ信じる人もいらっしゃるでしょうね。いるでしょうね、はい、そうなるとちょっと本当になんか政治批判につながりますよね、はい、お前スパイ活動してる会社に金渡してんのかってなりかねないってね、はい、まあ、あくまで噂なんで、噂さ、もうこれ、それ、はい、そこが大事。そうなんですよ。そういう噂を聞きましたよと、はい、いう話、いい話ですね。なんか、ああ、よかったです。この時間にまたぴったりな。そうですね。この時間に言うからいいかもね。この時間やから、このトーンやから面白いかもしれないですね。ね、本当にね、そう、はい、もっと俺低い方がいい。合わせに来ます。合わせに行った方がいい。いや、そうなりすぎるとね、はいはい、怖いチャンネルになっちゃうから。そうなんですよ。そうじゃない方に行こう。柔らかく。柔らかく。はい。ライト怖い話
ぐらいがいいですね。いいですね。まあ、今回都市伝説ということでありましたね。はい、はいはい、ありがとうございました。ですね、そして私たちのメインチャンネルというか、はい、メインでやってることをね、ちょっと最後宣伝させていただきたいと思います。はい、私、高橋俊介はですね、はい、声優やりながら、その YouTube で、はい、夜更けのほろ酔いラジオという映画とかを語るラジオやってるんで、はい、まあ、今回ね、ちょっと面白いなって思った方は、はい、ケンちゃんとはやってないんです、はい、このチャンネルは。まあそうですね。なんですけども、ちょっと興味あるなって方は、ぜひ来てくれたら嬉しいかなと思います。はい、そして、はい、私高本健人はですね、はい、令和サイレントフィルムズというチャンネルをやっております。はい、こちらは、僕のオリジナルのサイレント映画、サイレントショートムービーを、うん、公開しております。はいはい、こちらでも結構ホラー色の強い作品が多かったりするので、うん、ぜひよろしくお願いします。今語った人が撮ってるやつですよ。私がこんな声で喋っててサイレントをやっております。ブレブレやね、どっちやねんって、喋りたかったんかいほんまはみたいなね。でもね、その出てこないんですよ、ケンちゃんは。そうなの、サイレントあくまでね、監督ですから、監督としてね。だからその面白い、こんな怖い話もいっぱい持ってる人が、はい、引き出しある人が撮ってるショートムービーでございます、ね。はい、あら上手。はい、ぜひ、はい、ね、お互いのチャンネル登録したり、ね、見ていただけたらいいかなと思います。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。